近畿大学経営学部キャリアマネジメント学科、中谷丈司です。どうして悪いことをしてはいけないのか、あるいは良いことをしていかなくてはいけないのか。倫理学という学問は哲学的にそういうことを考える学問です。今日は皆さんと一緒にその倫理学の世界を見ていきたいと思います。